おはようございます、スケンです。イエイ。今日は1月の29日、現在の時刻は9時34分ですね。今日はね、すごく久しぶりにおバイクしたんですけど、久しぶりといってもまあ1週間ぶりぐらいかな。ちょっとね、仕事の方もなんやかんや忙しくていろいろねバタバタしていたんですけれども、まあ、やっとね、今日明日でちょっと乗れるということで、素材用に動画を撮りに行かないといけないので、今ね出てきました。海、お、サーフィン行け。あー、ダメだ。まあ、素材用というのもね、まあ、うちのねホームページを、まあ、ちょっとね、リニューアルをしまして、そこに、バイクのね案内をちょっと入れたいなと思っているので、その素材を、まあ、道順だったりツーリングコースのね紹介だったりとか、その映像を撮りにね、出てきました。まあ、そのホームページで使う映像は、まあ、音楽でも載せようかなと思っていますけれども、これはこれこれはこれっていうか、これ今喋ってるのは元ブログだけで使って、ホームページ用の紹介動画は音楽でも載せようかなと思っています。だからね、今日はねこんな感じでね、景色のいい、天気がいいのでね、景色のいいところをパッとね、紹介できていければなと思います。これ今走ってるのは135号線を川沿いを出発して下田方向にね、進んでいる途中です。ちょうどね川沿いと下田市の境目あたりにね差し掛かっています。まあ、たまにはねこういう動画もいいかもしれないね。紹介動画というんですかあ、すげえ、ここ、昔はね木がいっぱい生えていたんですけど、全部なくなってる。いいね、すごい最高じゃん。ずっとこの海がね一望できるという、いいところになりましたね。おお、そう、前はこんな感じだった、こんな感じだったけどね、木を切ってくれましたね。まあ、ホームページのね素材用なので、1泊2日でゆっくりツーリングをしてもらうための材料になればいいなと思うので、まあ、ちょっとね脇道にそれたりとか、そんな感じで行こうかな。最終目的地どこにしようかな。まあ、とりあえず弓ヶ浜を目指しましょうか。よし、この辺りは白浜になります。冬場でもね結構サーフィンのお客さんがねいたりと、まあまあ夏はかなりのね大にぎわいな場所ですけれども、冬はねまあ静かにちょっとこう海を眺めに来るのもね最高ですね。でちょっと止めてここでこう海を眺めるというね、そんなのもいいかもしれないですよ。すごいよね海の色が。よーし、下田綺麗だね。ちょっとそこを寄ってきましょうかね。はい、左へ曲がります。ビューン、港ですよ、港。サムネ写真でも1枚撮りますか。ちょっと逆光気味かな、逆光気味。あ、ちなみにねこの辺りねいつも釣りする場所、夜ね。いや、なかなか綺麗な場所でした。今日はね波もあってちょっとキラキラしてるから逆に良かったね、むしろ。よいしょ、行きましょう行きましょう。お、これちょっと、まあ、ここに来た理由はね、ここがね、キンメバーガーのところだよっていうのを教えたかっただけ。ここが、下田バーガー、キンメバーガーのお店です。こ
ここはなんだっけ、道の駅なんですよね。なんて名前の道の駅か忘れたけど、でこっちが漁港で、このね、あのなんだろう、海鮮屋さんみたいなのもあったりして、結構ね楽しめる場所だと思います。でもね、ここからすぐ走ると下田の街中というかね、あの中心部に来ます。よし、綺麗なところシリーズで、こっち多田の浜でも見に行きましょうか。うん、ようちゃん大好き多田の浜、ちょっと見に行ってみましょう。いるかもしれないよまだいないか、この、あ、でも意外といる時間だな、ギリいる時間。そうか、いたという証拠で、のツイッターでもあげようか。うわー、すげえ綺麗。あ、そっちも行けんのか。もう一回ここで。よいしょ。いいね、いいね。いいね。ちょっとツイートしときますか。今ね、ツイートして、即ですよ、即。即反応してくれました。即反応したんですよ、ここの大将が。ようちゃん早いな。まあ、あのこっからまだ南伊豆方面に行くんですけど、どこかで落ち合えたらなということで、まあ、とりあえずねまた行きたいと思います。もう即電話かかってきたからね、目離してたから、GoPro のバッテリーも変えてたんで、その隙にね電話かかってきて、かけ直したらね、何してんの面白かったな。なんかようちゃんの声聞いたら急にお腹が空いてきたな、なんでだろう。10時14分。よし、ちょっとここをね、左に曲がりまして、竜宮窟、行ってみようかな。ようちゃん出てくるまでまだ時間あるからね、ちょっと行ってみましょう。実はね、行ったことないんだよね、あそこ行ったことない。サンドスキーのところ見たことあるけど、行ったことないんだよ。ちょっと行ってみようかな。いや、ああいうのはね、みんなで行った方が楽しいに決まってるんですけどね。まあまあ今日もね、ネタ素材集めですから、今日は行っときましょう。そうか、ここもね、あの海岸なんですよね、大浜海岸、久美の大浜海岸。うん、ここもかなり綺麗なところだからね。ほら、すごい綺麗、すごいね。よし、到着。サンドスキー場、ここだ。ここ止めていいのか。行ってみましょう。すげえ階段だな。竜宮窟。おおおおおおお。あ、え、いや、階段すげえけど、意外と近い。おお。すごい。うわ、すげえ。初めて来た。神秘的すぎる。上ちょっと太陽が逆光だけど、逆光だけどすごい。ここまでは行って OK だな。すごい、何ここ、すごい。これ上側からも見えるんだよね、確か。ちょっと上はね、遠慮しとこうかな歩くの大変そうだからここでも初めて来たけど、すごいね。ここね、あのそんなに歩かないから、ここだけ見るのはおすすめですよ。もうほら上着いたから、そんな大変じゃない。息は切れるけど、これ上から見るのはこっちか、行くか。じゃあ、あ、階段結構あるぞ。あ、でもすごい絶景だ。ふう、やばい。あー、すごい、海が
キラキラしてる、やばい、整えろ息を。うわ急な下りとか、これ足ね来てる人ね、ちょっと気をつけた方がいい、これ本気で行っちゃうやばい。でもすごいこれ天気いいとや本当すごい。あここがもうハート、まだよいしょ、大地が作った神秘のハート、おお、ハート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 、わかる、ハートこうね、もっと上あるのかな、よくもまあこんなところに遊歩道作ったよ。でもここ結構ね危ないから、ふざけてきちゃダメな場所ですよ、神秘の場所ですからね。あさっき行ったのがあっちだね、浜、ここもなんかビュースポットだね、おお、すごいすごい、あこっちすごいじゃん、こっちの方がなんかよく見える、荒々しさ。いやでもこう怖い、シュンってなる裏がすごい綺麗だ。いやこんなつもりじゃなかったんだよ今日、こんなハイキングするつもりじゃ。あ、わあすげえ、ここがサンドスキー場の見えるところ、いやこれすごいじゃん、おお、やば、今度それ持ってきてやろうか、すごいね、帰ってきた。まあ割とねみんなでワイワイこう見るには、見るのにはねちょっとおすすめですよここは。ようちゃんから電話があったのでね、途中のねコンビニで待ち合わせをすることになりました、もう足がねガクガク、やばい。